さあそして打席には西野が入ります。さあ一打先制のチャンス、まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。最初は変化球できました。緩いボールしっかりと見極めました。次が3球目、3球目打ちました。レフトに大きな打球、レフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点を先制しました。レフトオーバーのタイムリーヒット、1対0、バファローズなおもチャンスです。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。理想通りの攻撃となっています。